郵便記号、郵便記号、郵便記号、郵便番号、または郵便マークは日本の郵便事業、郵便局の記号、シンボルマーク。明治20年、1887年に低新省が起章として公案、発表し、更新の郵政省、郵政事業庁、日本郵政公社へと引き継がれ、民営化後の日本郵政グループのブランドマークとなっている。また、 郵便番号を表示するときにもしばしば用いられる。郵便、日本郵政グループ以外では、旧郵政省の電気通信関連部門を引き継いだ、総務省の技術基準適合マークとして使用されている。過去には、旧通産省の電気用品取締法の合格マークとしても使用された。口実郵便マークと呼ばれることが多いが、日本工業企画、JIS において、 郵便番号は、郵便記号、郵便記号と呼称されており、郵便マークは、顔郵便マークを指。ユニコードのコードポイントは、郵便記号、郵便番号が U プラス3012、郵便マークが U プラス3020である。郵便記号、郵便番号は、日本国独自のものであり、日本国外では、郵便記号として利用することはできない。 明治4年4月20日、1871年6月7日に、日本の郵便事業が始まったが、当初は特に定められた気象はなく、郵便の文字だけであった。明治10年、1877年頃から、大きな赤丸、いわゆる、日の丸的な気象に太い横線を重ねた、赤い、丸に一匹が、郵便マークとして用いられ始めたとされている。丸に一匹は、 郵便配達員の性暴、制服、郵便機などに記されており、明治17年、1884年6月23日、大上官2つ第15号により、正式に郵便機詳と定められた。その後、口述のように、明治20年、1887年に、郵便番号が低身章の機詳に定められた際、この郵便機詳は、自然消滅に属するとされ、 新調するまでの間は、そのまま使用できるものとした。なお、郵便等の所管官庁として、定心章が創設されるのは、その翌年、明治18年、1885年である。2月8日は、郵便マークの日となっている。明治20年、1887年2月8日、当時の定心章は、今より、T 字型をもって、本章全般の気象とすと告示。 明治20年2月8日停止症告示第11号した。ところが2月14日に郵便番号に変更し2月19日の官報で実は郵便番号の誤りだったということで訂正されてしまった。この経緯に関しては諸説あることで知られている。どれが有力かということはないが一般には二の方が多く語られている。また、 t の上に棒を一本加えるというアイディアは、初代帝信大臣であった、榎本武明が出したとも言われている。なお、t マークの由来にも諸説あり、漢字の、帝、帝を図案化したもので、これは、交通平朝の、帝が、帝神の、帝の読みに合うからだという説や、帝神をローマ字で表した、帝神の頭文字だという説もある。いずれにせよ、これ以降は、 郵便番号の気象が、郵便配達員が身につける帽子、丸傘の正面や、制服上着の袖口、郵便機、あるいは書状集め箱、現在の郵便ポストに付けられるようになった。また、当初は上日の、丸に地引きや封筒をモチーフにしていた、郵便局を示す、地図記号も、郵便番号を丸で囲んだものと定められた。なお、郵便記号の重横比は、 昭和25年、1950年の郵政省告示、第35号により幅の方が広く高さが低いのが正しい記号である。顔郵便マークはナンバー君という名前で、かつては切手にも登場したことがある。しかし、1998年2月2日に、新キャラクターのポストンが登場したことから、郵政の場では公式には使われなくった。さらに民営化により、 日本郵政グループでは撤去が望ましい扱いとされた。なお、ポストンは引き続き使用可能となっている。郵便以外で利用される郵便番号マークとして、次のようなものが存在する。家庭用電気製品や、その他の電気器具について、電気用品取締法に基づく試験に合格した、商品として、逆三角形、公衆や円形、おつ衆の中に、 郵便番号を描いたマークが使われていた。その由来はかつて、低新商電機試験所が、電気製品に関する試験を行っていた、ためとされている。なお、低新商電機試験所は、商工省に、遺憾の後、電気試験業務は、日本電気景気検定所、経済産業省官に引き継がれている。なお、2001年、平成13年に、 電気用品取締法が電気用品安全法に解消され、同儀のマークも、ひし形や円形の中に PSE を描いたものに変更され、これ以降に製造された電気製品に郵便番号は使われていない。1985年、昭和60年により、電話機やファックスなどの端末機器について、電気通信事業法の技術基準適合認定として、また、 1987年、昭和62年により、携帯電話端末や PHS 端末などの無線機器について、電波法の技術基準適合証明として、郵便番号を用いた円形マークを用いていたが、1991年、平成3年に統一され、1995年、平成7年より、稲妻のデザインと郵便番号を組み合わせた円形の技的マークが使用されている。 なお、2010年、平成22年からは、印刷やラベル調布以外に、ディスプレイ表示させることも認められた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。